今日のひよりのテレカクシ。皆さんこんばんは、今日のひよりです。河野日和のテレ隠し。この番組は私河野日和が思わず照れてしまうくらいに素直な気持ちで皆さんとお話をしていくひとときです。新規の皆さんこんばんは常連の皆さんこんばんは今日は夢初めて来てくださる方もいるということを忘れずにお届けしたいと思いますでも、もう初っ端はまずいよ、この流れは。なんかもうすでに結構なんか身内出してるよ。よくないよくないよくない。河野日和の照れ隠しをざっくり説明しますと、私は照れ屋なのでなんか恥ずかしくなるようなことはしたくない、そんな人生なのですが、それも素直にさらけ出せるぐらいみんなとコミュニケーションを取っていこうねという番組なのですが、時に素直な面が出すぎて口が悪くなってしまったり、自虐も踏まえた過剰なオタクいじりをしてしまったり、インターネットに明るいインターネットポジティブなところが出てしまったりしますが、そんな私もみんなに見せていくぞという番組になっていますが、まあそんなことはもうここの辺にポイッと燃えるゴミということで、ライフお疲れ様でしたアイドルマスターシャイニーカラズのね、わがままのままというライブに、で、ワンデイツー両日出演させていただきました。めちゃくちゃ楽しくて、まあね、いろいろ詳しい裏話だったりはその公式の方で話すんですけど、ざっくりね、もう本当に一言で喋ると、同じことをもう一回やってくださいと言われてもできないくらいに結構瞬間的なものを盛り込むことができました。でもそれがすごい最近ね、いやーなんか25歳ってチャプターなのかもしれんと思いました。それくらい結構なんかすっきり生きれている、この年はすごい。いや6月で網浜さんにいっぱい祝ってもらったからかななんか死ぬほどなんかこういいスタートダッシュを切れた感じもあるんですけど、今までやっぱりこう自分らしさみたいなものってこうっていう自覚がふんわりあって、でもそれを出すのがすごく恥ずかしかったし嫌だったんですよ。あんまりこう大胆な性格だったり肝が据わってなかったりするから、人から見られたらどっかは知らないけど、だから自分が出したものを否定されたりとか、そうじゃない風とかそういうつもりじゃなかったみたいな受け取り方をされるのがすごく怖くて、嫌とかじゃなくてなんかどうしようみたいになるのが嫌だったんですけど、あもういい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 、みんな違ってみんないいみたいなちょっと多少どうでもいい人生の生き方ができるようになってきたから、いい意味でね、いい意味で自分にも他人にも過度な期待をしすぎずに生きられるようになってきたので、だからこそ瞬間瞬間に再現性はないということを恐れていたんですけど、もう二度とできないということもそれはそれでいいじゃないかということで、気持ちを高めてそこに技術を乗せて安定させるみたいなね、アウトプットの仕方ができるようになったので、なんかちょっと大人になったなと思いました。逆に言ったらそれだけ日頃の生き方って大事なんだなと思いました。瞬間的なものって私を輝かせてくれるんだなと思っただけに、瞬間的なものって日々の積み重ねがえぐいほど出てしまうから、だから口が悪いところもあると言ったではないですか。ちょっとどうしてもやっぱ口が悪いものっておもろいと思ってしまったからもある価値観を持っているから、まあうまいことを使いこなしつつ、綺麗なものを見たりとか綺麗な言葉遣いもね触れたりとか、あとみんなの心の中のいろんな色に触れることによって、なんか日々こう、なんだろうな、すごく綺麗なものとか、まあ、綺麗じゃないものにも触れていって、それがお芝居とか表現の場で皆さんにお見せすることができたらいいなと思いました。なんかそんなようなことを多少言葉にして、ピヨテレテレのファンクラブのコメントの写真会みたいなのでちょっとだけ載せることができたので、ファンクラブの皆さんぜひまだ見てないという方は覗いてみてください。あ、インスタもやってるんですけど、そこにぬいぐるみさんの可愛い写真がちょっと驚きなんですけど、インスタ始めてまだ自分の写真1枚しか載せてなくてちょっとびっくりしてる人もいるかもしれないんですけど、ま、見ていただいたら私らしいインスタグラムのアカウントになってたと思います。ということで番組を進めていきましょう。この番組のハッシュタグですが、すべてひらがなでピヨテレテレです。放送中もたくさんつぶやいて楽しんでください。それでは早速始めていきましょう。今夜も最後までよろしくお願いします。
日和の照れ隠し。この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。今は日和です。早速こちらに参りましょう。ピオサーチ、あ、始まりましたね。新コーナーということでテーマこちらです。2023年上半期ベストバイデータ。うおー、そう、新しく始まったピオサーチというコーナー、こちらでは私が皆様、リスナーの皆様の力を使って募集したビッグデータを集めまして、ふーんって思うというコーナーとなっていますね。なんかこの建設場のさら地だった時はニュースみたいななんか看板が立ってたんですけど、ぶち壊しましてピオサーチというなりました。すごい、なんか新規向けの会館も全部さら地が新しいこう商店街がイオンモールできたところだから駐車場も広いし結構遊びに小屋すぐだったかも。あんまメタなことは言わないでいきましょうね。あ、まず早速なんですけど、Amazon のプライムデーみたいなやつで私が買ったものをご紹介させてください。佐藤のご飯 150g の20個入りみたいな感じだったと思います。段ボールで届いてビビりました。業務用みたいだった。プロテイン、なりちゃんに、川口里奈ちゃんにおすすめしてもらったバルクスっていうやつを半年か1年ぐらいずっと飲んでて、今までチョコ味を飲み続けてたんですけど安くなってたんで抹茶味をねちょっと試し始めました。チーク、デイジークっていうところのね、もうパッケージが可愛い。そこのチークをね、なかなかこう売り切れてて店舗で買えなかったんで通販で買いました。あと冷凍ご飯の入れ物ちょっとごめんね、生活感がマーナっていうやつのなんか極みっていう冷凍ご飯、ごめん、ちょっと同時に佐藤のご飯頼んじゃったからまだ一回も使ってないんだけどあ、レンチンってやっぱ便利だなって言って佐藤のご飯しか使ってないんだけど、なんかべちゃべちゃにならずに炊きたてみたいになるらしい。冷凍したご飯がちょっとどんなもんかしらと思って2個入りを1つ買ってみました。あとはタオル研究所のタオル、ちょっとなんかあれはどうなんですかね、あれ紹介してる人お金もらってるんですか？なんかなんかなんかちょっとだめだめ、ねえねえねえ、よくないよくないよくない、新規タオル研究所っていうところのタオルがやたらめ、あ、でもなんか普通のなんか絵描いてる人のアカウントとか見てたから多分あれじゃないわ、めっちゃいいらしい、マジで。で、そんなこと言ったら私のタオル研究所っていうところのタオルがマジでめっちゃ良かったよ。本当にレビューで星5個埋められるなら星5にするぐらい良かった。ふわふわだし何より安い、お求めやすくて、このふわふわさで。私乾燥機付き洗濯機なんですけど、乾燥機ゴリゴリにかけても全然へたれなかったし、なんなら最初に使い始めた 1,2 回よりどんどんふわふわになってってるから、あ、マジでタオルを研究してるところのタオルって、タオル研究所って何なの？やっぱりタオルとタオルを配合させてタオルの赤ちゃんからこう英才教育をしてお前はこういうタオルにクラシックとか聞かせてるのかなねえ、よくない、ねえ、助けてこんなこと言いたくない、言わされてるんだ、言わされてる。新規の皆さんは知らないかもしれませんけどね、この番組はたまに AI に喋らされてる時があるんですね。これはあの AI の時です、皆さんね、常連の皆さん、みんなならわかってるよね。そうということで、わかんない。何の話かわかんない。ちょっと、ということで皆さんからいただいた2023年上半期ベストバイデータを紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ペンネーム、ノリノリののりさんから、もらいました。ありがとうございます。コウノさん、チャカポコー、チャカポコー。ビオサーチ、ウィーン、ガシャ。SE も新しくなったね、みんな。今回収集するデータ、2023年上半期ベストバイデータ。私が提出するデータはキヤノン FD50mm F1.4 SSC です。わ、
私もキャノンのカメラ買ったんだ。でもごめん、あのカメラに詳しいってわけじゃないから、みんなと同じくらいの知識感で勉強させて。いわゆるカメラレンズです。あ、レンズなんだ。私が生まれる約25年前に発売されたもので、すごいね。現代のカメラにはカメラアダプターを使用しないと取り付けられなかったり、へえ、ピントも手動で合わせる必要があったりと、不便に感じる点も確かにあります。私の持ってるやつなんて結構新しいから、もうタッチパネルがついてて、そこタッチしたらピント合うもん。しかし特に加工をしていない写真もオールドレンズだからかその味が出るんです。今年はこのレンズとたくさんの写真を撮りたいと思っています。それでは。へえ、なんかちょっと立派に見えるカメラをさ、ライブ期間中持ち歩いたりしてたからさ、みんなに撮った写真こんな感じだよって見せたりすると、わあやっぱりカメラ詳しくないからさとか、写真詳しくないからどうやったらそうやって撮れるのって言われるたびに、自分が写真部だったんですけど、高校生の時写真部に初めて入った時のことを思いました。写真見るの好きだし撮るのも好きだから入ってみたけど、やっぱめちゃめちゃ詳しい人に比べたら、素人が撮った写真って一目瞭然だなって分かるような写真しか最初は撮れなかったから、何から始めたらいいんだろうね。あ、いやーでもな、ビオサーチの時間にあんまり語りすぎてもあれだから、また今度話すって感じなんですけど、あれがいいかも。インスタントカメラ、映るんですみたいなやつを買ってみて撮ってみると、カメラによって味が違くて、そうするとなんかちょっとした写真でもドラマティックに見えたりして、あ、カメラってこんなに面白いんだってなるよね。へー、でも詳しい人はこんなに凝るんだね。面白い、ありがとうございます。続きまして、ペンネームルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。私のベストバイは爆落ちタイガーです。掃除オタクっているよね。コンロやシンクの汚れを取るシートです。壁についた油汚れがなかなか取れなくて困っていたら、これを使ったら一発で取れてめちゃくちゃ気持ちよかったです。こういう名前が強い掃除用具の強力さは間違いなしですね。私YouTube で好きなコンテンツが生活なんですね。あ、そんなタグがあるかは知らんが、料理とか、あと物件情報とか、ホテルレビューとか、あとは誰なんだっけ、衣替えみたいな動画なんて言うんでしたっけ、なんかそういう女子あるんだよな。春夏秋冬ごとに合わせて、多分コメ、あ、ルックブック、ルックブックめっちゃ好き。そういう衣食住系めっちゃ好きで、無印良品購入紹介とかだからそれの中で掃除オタクの人とかいて、新しい掃除用具紹介の YouTuber とかいるんですよ。そういうの見るのめっちゃ好き。鈴本明穂ちゃんに歌丸とかも教えてもらって、そんなね、掃除用具めっちゃいいよね。最近気になってるんだ、爆落ちタイガーね。コンロの一回なんか拭き取るだけでコンロみたいな。でもコンロはさ、コンロって性格出ますよね。あ、こっち側じゃなくてそっち側のなんかコンロの性格出るよなって。決して私がちょっと本当に勘違いしないでほしいんですけど、私割と自炊する方なんですけど、私が汚く使ってるんじゃなくて、コンロがちょっとお茶目なんですよねうちは結構拭きやすいから、拭き取る式みたいなのやったら全然うちの子は言うこと聞いてくれなかったので、お手持ちのコンロに合わせた何か掃除用具とかね、巡り合えるといいですね。何なんだろうねこのうちはねじゃあ続きましてありがとうございます。ペネーム木星さんからいただきました。ありがとうございます。ビオサーチシュインシュイン。私の2023年上半期ベストバイは iPad です。ようこそ、ようこそ iPad の世界へ。これのおかげで外出先でもいろんな作業ができるようになり、課題やタスクをこなす効率が格段に上がり、めちゃくちゃいい感じになりました。わかる。ちなみにスタバでコーヒーを頼みながら iPad で作業すると2割増しぐらいでもっといい感じになります。あ、ちょっと三原色情報いいですか。すいません、三原色の話ばかりしてて、田中由紀がずっと iPad 欲しい iPad 欲しいって言ってて、なりちゃんも iPad 持ってて、私も iPad 持ってて、いや iPad いいよみたいな。確かにちょっと初期投資若干、いやお金かかるから、まとまったお金が悩むのもわかるけど、持ったらもう持ってなかった時間がバカみたいに、私たちの仕事で言ったら作業効率上がるよみたいな話してて、いやでもサイズとかデータのなんか容量とかどうしよう、色とかどうしようってずっと言ってたから、私 iPad mini と iPad Air を持ってるんですよ。できることは特に変わらないんですね。でも iPad Air がちょっと重すぎて、マイク前でこうやってやるのがちょっと私の腕力でも限界だったので、 iPad mini にしたんですけど、ってなった時に iPad Air にね、ほら私そういうの好きだからさ、
裏に名前刻印しちゃっててさ、あのペンにも名前刻印しちゃってたから、売るとかもなんかちょっとピオって書いちゃってるからできないし、一回こう仕事のデータ入れたやつを世の中に放つのもなと思って、ああげるよって言って、だからピオと書かれた iPad を田中ゆきが使っていますでもこの間収録で一緒になった時にゆっきが iPad 使ってて、あ使ってくれてると思いました。そんな三原色も御用達の iPad 非常にいいと思っていますので、悩んでる方は使ってみてくださいね。続きましてありがとうございますペンネームエクストリームおだやかさんからいただきました、ありがとうございます。ピオサーチテロリンジュインジュインジュイン、すごいコンボだ。ピオちゃんデレデッテデレデッテ。私の上半期ベストバイはケイトザ BB カバー&モイストコーティングです。え、エクストリームおだやかさんってメンズ？まさに今年の上半期からメイクにハマっている私が今一番助かっている商品です。興味深い。ベースメイク何もわからんの私でもこれ一つで整うオールインワン下地で、特に嬉しいポイントは公式が男女兼用を歌っていること。へー、平均より色白の私にはメンズコスメで刺さる色味がないこともしばしば。へー、初めからターゲット層に入れてもらっている安心感は買いやすさにもつながりました。やっぱ宣伝って大事なんだね。難しいけど楽しいコスメ、ピオちゃんの上半期のベストバイコスメも知りたいです。うわー、ちょっとコスメの話大好きすぎてごめんね、よかったら付き合ってって感じなんだけど。わー、いいね。いや、メンズメイクの世界はぶっちゃけ私もわかんないから、よくおすすめコスメ教えてくださいって言われても、やっぱ結構ラメとか使っちゃってるものが多いから参考になるかはわからんのですが、私の目は2個しかないし唇も1個しかないのに、一体何個アイシャドウとリップを買うんでしょうという人生を送っていますね。でもコスメにハマりだした人ってみんなそうだと思う。ネイルとかもさ、爪なんて限られた本数しかないのにさ、それ以上の本数持ったりしちゃったりね。でもそうだよね、ガジェットオタクだってきっとそうでしょなんかガジェットオタクの皆さん指を指してしまってすみませんでした。ごめんなさいごめんなさい、言い過ぎ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 。そんな、なんだろう、チークかな。でも最近凝ってるの、それこそアマゾンで買ったのもチークなんだけど、チークの色ってさ、言っても人間のほっぺの色なんかそんな見んだろうと思って結構チークのことを舐めてたんですけど、ピンクの中でも絶妙な色味とか、オレンジとピンクをちょっと混ぜてみたりとか、アイシャドウとチークの色合いの組み合わせが凝り出すと結構顔の印象変わるなと思って、私イエローベースとブルーベースという概念があるんですけれど、もうよかったらちょっと調べてみて、それのイエローベースなんですよ。ちょっと肌に黄みが強いからオレンジしか私は使えないんだろうな、ピンクには縁がないんだろうと思ってたんだけど、全然最近ピンクを使っているので、なんかこう分かる人には分かる話ね。よかったらチークも凝ってみてね。あ、こんなものだって、おもろい。やっぱ買い物って人生だあれすごいルミネのあれみたい、ルミネの看板みたいになった夏が来る準備できてるみたいなね。ちょっと新宿駅行った人は見てみてくださいな、すごい買い物って人生だというそんな名言も残しつつ、面白いね。なんかまたアマゾンがブラックフライデーだのセールだのやりだしたらこの企画やっていきたいと思います。ということで、今回のピオサッチ以上でした。次回はねちょっと先になんでそういうことを募集したいかという話から始めさせて、まあ、話した通りカメラを買いまして、私ポートレートが好きだから風景を撮ることはほぼなく人の写真ばかりを撮っているんですね。で、こう女の子をファインダー越しに覗いて、女の子である私がシャッターを切るんですよ。でもオタクを数年間やっていてたびたび思うんだけど、やっぱ女の子が描く女の子と男の人が描く女の子ってなんか違うよね。何なんだろうね、あのニュアンスの違いは。でもどちらも別に魅力的じゃない、それを使い分けられたら嬉しいなと思ってて、どうしてもほら私がさ人生操縦してるのは女の子だから男の子になることはできないから、でもデータを募集することができるじゃない。男の子が描く女の子っぽい写真も撮れるようになりたいということで、男子からのビッグデータを募集する、もしくは男子の心を持った女子からのビッグデータを募集する、女の子ってさっていうピオサーチをさせてくださいっていう話を企画会議でしました。ちょっとこう、キモいメール来ますよみたいなそんなことは言ってないよ。そう、あのニュアンスで語弊がちょっとニュアンスでね、要は要約すると、言葉をかいつまみにかいつまむと、
ちょっと癖のあるメール来ると思いますよ。癖と読むのか癖と読むのかは知らんですがみたいな。でもちょっと新規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 あのキモいっておもろいからごめんけど勘違いしないで。キモいっておもろいからあの自虐も込めてるんですよ私が言うキモいって。だってねみんな私はよくスケベと言われるんですよ。すごく不満なんですけど私の視点をね。でもそれを私が発した言葉をスケベって思う人がスケベだから、私のことをいいと思ってる人はあなたがそれだけ豊かな感受性を持ってるから私が素敵に見えるんですよ。それと同じで私が発する言葉をキモいと思うあなたにもキモいという感性を持っているということなんですよ。つまりみんなのことをキモいと思うということは私がキモいという感性を持っているという話にもなりますから、まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、キモいと言われていい人だけメールを送ってください。ごめんごめんごめん、だってどそうなっちゃうじゃん。みんなどうせフェチな女の子とか送ってくるでしょ。で私が欲してるのもそういうことなんだよね。でもほらねちょっとごめんね。ということでこんな SE をご用意させていただきました。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎちゃったよひよりちゃん、言い過ぎてるよっていう時はこちらが流れますので安心してね。これが流れるから安心してメール送ってください。安心材料になるか知らんが。ということで様々なメールお待ちしております。普通のお便りは紹介できますか。え、やった、ありがとうございます。ペンネームメロンさんからいただきました。ありがとうございます。河野さん、デールデッテデールデッテ、先日は2日間のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。感想は叱るべきところで詳細に伝えさせていただきます。ありがとう。さて、ライブのために東京に来たのだからこれは行くしかないだろうとアリメン団で紹介されていた麺屋琥珀さんに行ってきました。うわー、いいな、ありがとう。出汁の効いたスープにツルツルの麺、ホロホロととろけるチャーシューなんで私はこれが言えなかったんですかね私の聞いたスープ、ツルツルの麺、ホロホロと溶けるチャーシュー、とても絶品でした。完食した後、一緒に店を訪れた人たちに向けて軽い食レポをしようと思ったのですが、美味しかったとしか言えなかったですね。じゃあ間違いじゃなかったんだ食レポ難しいですね。すごい、なんかどうしてこんなに私好みのメールなんだろうね。ありがとうございます。すごい美味しかった。みんなリツイートしたけど見えたかな、麺屋琥珀さんがね、リプライを送ってくださったんですよ。超嬉しかった。豆だよね。だってお店経営するってだけで365日忙しいだろうにさ、そうやって来てくれたお客さんがさどうとかってことをちゃんと一人一人顔を見ながらさ一杯を提供してるってことなんじゃないかなと私は解釈したからさ、すごく嬉しかった。また食べに行きたい。京王線に乗ったら琥珀さんに行こうと思っています。みんなも行ってみてね。こんなものだそうだわ。ということで今回の紹介は以上です。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。番組ではあなたからのメールお待ちしております。番組の投稿ページから送ることができますので、私に伝えたいことどんなことでもいいので送ってください。お待ちしてます。花、咲くな咲くな咲くな、見つかっちゃうだろう。河野日和の照れ隠し。ここからは新コーナーです。照れずに言おう。こちらは一言セリフお題をどんな設定でも照れずに言い切ることに挑戦するコーナーです。募集していたセリフは秘密だよでした。みんなのどんな秘密を握ってやろうかな。ほら、漠然とセリフだけでもしょうがないじゃん。まあそれから今からニュアンスってこともあるんだろうけどね。ぜひみんなも想像力を働かせながら聞いてみてください。それでは早速やっていきましょう。マジでどんな感じなんだろう、私も全然知らない。ありがとうございます。ペンネーム15の夜さんからいただきました。照れずに言おう。秘密だよ。自分が裏切り者だとにやりと明かすときに言う秘密だよでした。伝わっていたでしょうか。ちょっと語尾の感じに込めてみたんですけれども、やばい、このコーナーやばそう。やばそう私のストレス値があれ
サイコパスのあれがストレッチ基準だったらもうトリガー引かれてるくらいやばい、しんどい。続きまして、もうきつい、もうきつい。ペンネームチュネさんからいただきました、ありがとうございます。デレズニーを秘密だよ。ふぅー、三つ編みメガネでおとなしいザ・委員長キャラで通っている女の子がハードロックバンドのライブで髪をほどいて振り乱している姿を見かけて、いたずらっぽく秘密だよ。どうでしょうか、ちょっとこうバンドサウンド聞こえてきましたか、あの薄暗いねミラーボールみたいな、わかんないし、あれ何あれ、なんかライブでミラーボール回ってないですか、ごめんね全然知らなさすぎて。西岡すみか、違うよそれアクセントだけじゃ、違うわ違うわ難しいんだけど、あストレッチがやばいこのコーナー、しかもアップで撮られるし、何なの何なの。次お願いします、ありがとうございます。ペンネームキーパーさんからいただきました、照れずにいよう、秘密だよ。難しい。夏休み、母の実家の田舎に遊びに来た小学6年生男子に対し、駄菓子屋で買ったアイスを半分くれる、少し大人びた雰囲気のある、夏休みの間だけ遊ぶ同年代の色白黒髪少女。知るか。へえ、ありがとうございます。続きまして、もうなんでやるんだよ。ペンネーム15の夜さんからいただきました、テレズニーを秘密だよ。同級生の中で一番仲がいい友達に好きな人がバレてしまった時の秘密だよ。どう？できてた？できてた？どう？できてたという人は高評価、チャンネル登録お願いします。もうやだやだ、もうありがとうございます。もう知らんの、なんもう何なんだよこれ、もうお題がダメだよ、お題が、それこういうメール来るもんだって、もう。ペンネームこうさんからいただきました、テレズニーを、テレズニーを、テレズニーを、秘密だよ。ふぅー喧騒から少し離れた神社で花火を見ながら二人だけの思い出だよって意味を込めて。ふぅーもうやだ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 、もう撃ってくれそのトリガーを引いて、もう助けて、もう終わりですか、終わりですか。あ、今回は以上です。次のお題はコーナー実施時にお知らせするのでお楽しみに。以上、照れずにいようでした。第64回放送エンディングの時間となってしまいましたが、皆さんいかがでしたか。では改めて次回予告、次回やるコーナーを発表させていただきます。次回はピオちゃんあのねとピオタスをやりたいと思います。それぞれどんなコーナーかおさらいいたしますと、ピオちゃんあのねは内容は何でもいいので、頭にピオちゃんあのねってつけて私に伝えたいことを送ってください。ちょっとまだ具体的には決まっちゃいないのですが、メール次第って感じだけど、多分ピオちゃんっていうすっ
ごく心の綺麗な女の子がみんなからのメッセージを受け取ってくれると思うので、そんなピオちゃんに向けてピオちゃんあのねとメールを送ってください。そしてピオ足すは河野日和に付け足す設定を募集したいと思います。やっぱりキャラっていうのは盛れば盛るだけいいですから、メガネで三つ編みで関西弁でお姉ちゃんで清楚系でとか設定は盛れば盛るだけ映えるはず跳ねるはずということで、河野日和につけた設定を送ってください。あとはふつおたとピオサーチ女の子ってさというメールを送ってください。他にも番組では皆さんからのメールをお待ちしています。何でもかんでも送りまくってください。すべての投稿は投稿フォームからお待ちしています。またこの番組にはファンクラブがございます。料金プランによって特典様々ございますので、詳細ファンクラブページをご確認ください。そして私からのお知らせですが、ツイッターとインスタグラムをやっております。ツイッターは日々の些細なことやお仕事の情報など、インスタグラムにはぬいぐるみの写真と日記と、たまに私の写真ももうちょっと私の写真も投稿したいと思っていますので、よかったらアカウント持ってる方をチェケチェケしてください。ということで今回の放送も終わろうとしている。新規のみんな、ここまでついてきてくれてるかな。振り落とされんなよ。この後あみあみチャンネルの会員さん限定でもう少しだけ番組が続きます。常連の皆さん、お待たせしました。いくらでも私らしくしていい時間がね、おまけコーナーだと思っていますので。そんなことないんですか。全部ピーっていう内容にしちゃおうかな。それでは皆さん、次回お会いしましょう。お相手は河野日和でした。バイバーイ。河野日和の照れ隠し。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。はじめまして、ピオちゃんって言います。河野日和さんからこれ読んでって言われたから読みます。伝説のピオマスターのアンテナさん、コウさん、神殿さん、ゾックさん、タマユスキーさん、ディスクさん、テルマさん、ニッカーさん、ブリザードさん、マッキーさん、四本線のピオマスターさん、ラテさん、黄金のピオマスターのアイスユーさん、犬のヨーゼフさん、牛子丸さん、エクストリーム穏やかさん、片桐ルピアさん、キシンさん、キミさん、グレムリンさん、サッキュンさん、シーナヨシキさん、シーポンさん、シユさん、シノプさん、ジョンボさん、スカイさん、タカリアンさん、タナバタさん、ダニーさん、タヨルトさん、チョウくんさん、沼のツナサブローさん、ネットーさん、V3 さん、プーキさん、ペッペッペーなママさん、ミコクさん、ユージさん、ユウスケさん、ユカピオさん、リクトさん、その他の会員の皆様もご支援ありがとうございます。